闘を続けるウォルホート家にソルスレイ率いる聖ハイサンド大教国の軍勢が迫る。二大国間の要衝に位置するウォルホートに自主独立の自由はすでにない。いずれかの陣営に加わらなければ破滅が待つだけだ。セレノアはエスフロスト軍を罠にかけハイサンドと結ぶことを決断する。それは一歩間違えば全てを失う危険な道である。ハイサンドは母様を、同胞のローゼル族を罪人として扱ってきた国。フレデリカ、あなたには気が進まない戦いでしょう。休んでも構いませんよ。いいえ、私はボルホート家の人間です。一緒に戦わせてください。わかりました。ジーラ、ソルスレイ殿の人となりについて知っていることがあれば皆に教えてください。ソルスレイはエンコとローゼル族の管理を担う七聖人、つまり潮を操れる立場にあります。その財力はハイサンドでも飛び抜けているのですが、反面強欲で嫉妬深い人物という評判です。物資や武器に金をかけているとすれば手強いな。そのような人物が先手を打ったのです。準備は万全と見た方がいいでしょう。お気をつけください。ハイサンドでは七聖人は特別な存在です。一筋縄で行く相手ではなさそうだな。しかし理を示せば協力するはずです。エスフロストを叩く方法はそれしかない。皆も頼みます。思うところはあるでしょうが、全てはウォルホート家のために。ウォルホート家のために。アブローラ将軍から伝令が届きました。予測される戦場はウォルホートの港。その場で軍議を開きたいとのことです。よし、出陣しよう。我らの動き、他の七聖人に知られていないだろうな。エンデ家の者は密かに動くことに慣れておりますゆえ、ご安心を。失敗は許さんぞ。グリンブルク王との輸送路が使えなくなった。大切な荷物の新しい輸送路を何としても確保しなければならん。はい、ウォルホート領を抑えれば今まで以上に仕事がしやすくなります。表向きにはウォルホートがハイサンドの配下となる。教皇もさぞお喜びくださるでしょう。エグスアムなどただの若造、同胞の懐を嗅ぎ回る番犬に過ぎ。七聖人で本当に有能な者は誰か教皇に分かっていただかないとな。だがエスフロストの援軍が問題だ。ウォルホート家とは話がついているのだな。はい、木を見て我らに寝返りエスフロスト軍を攻撃する手はずになっています。ふん。ではまず貴様が兵を率いて先行しろ。うまく立ち回り奴らを潰し合わせるのだ。双方が疲れ切ったところで私の本体がとどめを刺す。
我ながら最高の策だ。お目通りを許していただきありがとうございます。ユリオと申します。我が軍で働きたいそうだな。グリンブルクから来たのか。何か事情でもあるのか。はい、実は。なんだ、こんなところに呼び出して人払いをせねばならないような要件か。三国共同採掘の件についてパトリアト殿にお尋ねしたいことがあります。先日この取り組みに関する書類を再確認していたところ、鉄の運び出し作業の入札について見覚えのない書類が混じっていることに気づきました。ほほう。この書類からは不明瞭な金の動きが読み取れる上に、それらが最終的に貴殿の手に渡るようになっていた。一見それとは分かりませんが、私の目はごまかせません。弁明があるならしていただきたい。弁明など必要あるまい。たとえそれが事実であったとして、そなたにはどうすることもできん。何しろ私には裏に王子が後ろ盾としてついているのだからな。まさか裏に王子はこの件をすでにご存知なのか。貴族は皆持ちつ持たれつ。気づいて…よもやフラニ王子までも。この国はそこまで腐敗していたのか。ことを公にすれば処罰されるのはそなたの方だ。何、罪状なぞどうにでもなる。だが黙っているならそれなりの見返りを約束しよう。どうだ、悪い話ではないと思うが。貴族の腐敗がそこまで広がっているとは。このようなことが許されるはずがない。どうあってもこの件は公にさせていただく。この堅物め、なるべく穏便に済ませようと思ったが。大変だ、エスフロストが攻めてきたぞ。なんだと。というような次第で、もはや王都には戻れません。何卒士官をお許しください。思い出したぞ、お前武闘大会の時にマクスウェル軍の副官だったやつじゃないか。地味だがなかなかいい働きをしていたな。わか、こいつは使えます。わかった、従軍を許そう。エラドール、面倒を見てやってくれ。ありがとうございます。必ずやお役に立ってご覧に入れます。
結構です。おい、その態度は何だ。捕虜のお前が兄さんのお慈悲で僕たちと同じ食事にありつけているんだぞ。嬉し涙を浮かべてもいいくらいなのに、立場が理解できていないみたいね。私が教えて差し上げますわ。涙を流すくらいご馳走を詰め込めばわかるでしょ。抵抗するとフォークが顔や目に刺さるわよ。何の騒ぎだ。この女が文句をつけたんです。エスフロストの施しなど受けないと。子供の喧嘩だな。お前はいくつになった。兄さん、お仕事は終わったの？だったら僕と一緒に食事を。今から視察に出ねばならん。お前たちは私に代わって王都の占領処理を続けろ。そんなのアブローラにでもやらせてよ。アブローラは出陣した。ロランを差し出したウォルホート家を助けるためにな。もう外からの助けは来ないということです、姫君。最後に石膏から最新の報告が入った。確認できたハイサンド軍は小部隊のみ。到着は夜になる見込みだ。野戦になりますな。今のうちに周囲を偵察して地形を再確認しておこう。そんなに不安があるな。我が軍がついている。ロラン王子を差し出して正解だったな。できることをやっておきたいだけだ。後悔しないように。そろそろね。協力すると伝えたのに小部隊とどういうつもりだ。おそらく本体は木を浮かび、我々とエスフロストが潰し合ったところで出てくるつもりなのだろう。おいしいところだけ取ろうって腹が。やはりはがみしてでも広告につくべきだったのか。いや、皆で決めた道だ。迷うより進むために力を尽くそう。
他国を犯すにしては随分少数だ。ソルスレー殿は戦を知らぬようだ。まったくおっしゃる通りで、何の因果で私がこんな危ない役目を。しかし引くわけにはいかないのですよ。エンデケの繁栄のためにはこの地が必要でして。エスフロストを相手にしても致し方ありません。本当にこの小舞台でやるつもりか。何か罠がありそうだ。セレノア殿、先陣はウォルホート家に譲ろう。敵を蹴散らせ。承知。うわ、何？ウォルホート家はこれよりハイサンド軍につく。全員陣形を整えろ。頑張ります。お任せください。エスフロストが慌てふためいておる。おのれ、セレノア・ウォルホート、寝返ったか。すべてはウォルホートのため。出し抜かれた私が愚かであった。だがこうなめられたは引き下がれん。兵たちよ、エスフロストの誇りを見せよ。学んだ力、今こそ。私の魔法でいい感じです。理想は叶えてこそです。ご命令を。
私には生きるため忍びます。にはさせない。どこから攻めるか。今こそ さて痛めつけましょう。さてほっ、どう攻めるか。息をつかねば。僕の番だな。ビビんなよ。行きますか。早瀬で崩します。助かる。仕事にかかります。行くぞ。ちょっと、こいつ。それでは
争いを収めるために。私の魔法で。マイル、生かしては返さん。効果的です。満たすか。効果的ですね。つけいる隙は。やっ、いい気味ですね。はっ、いい気味ですね。仕留めます。にはさせない。合わせます。押し切れそうです。最善の手を。戦況を変えましょう。回復はお任せを。傷を癒して。みんな待ってろ。いただきました。無駄です。苦しい状況です。使います。力を。
無駄です。見切りました。蹴散らすぞ。さら行きます。助かりました。覚悟はできています。苦しみは飛びましょうか。視界を奪えば捕らえた。蹴散らすぞ。相手が悪かったな。下私のできることこれでどう？情けは禁物です。終わりです。お任せください。じっちゃん、観念しなさい。
見切りました。少し苦しいです。押し切れそうです。苦しみは効果的ですね。相手になってやる。領土を守る道理はわかる。だがあの若者に歩ませるべき道かよく考えるのだな。忠言と受け止めておきましょう。この剣の錆となれ。どこへ飛びましょうか。フリューゲ。行きますか。これで傷を。ありがとうございます。侮れません。準備は抜かりなく。行きます。観念しなさい。行きますよ。食らいなさい。さて、はっ、引いたでしょ。マイル、相手が悪かったな。足りなくそろそろ回復を。いた
効果的ですね。いただきます。どこへ飛びましょうか。これでどうだ。決まった。回復はお任せを。感謝いたします。最善の手か。守りを固めましょう。行けそうです。行きます。逃がさない。すべて切る。いただきました。行きますよ。はっ、いい気味ですね。まだやるべきことが。やっ、合わせます。効果的ですね。職務遂行のために。相手になってやる。生かしては返さん。仕留めます。視界を奪えば。決まった。ご命令。仕留めます。いただきます。おっと。回復はお任せを。
傷を癒して。行きますよ。ほっ、いい気味ですね。やっ、いい気味ですね。侮れません。今です。まだ、なんとか。使います。マイル。アブローラ殿、兵を引くならお早めに。逃げても誰もあなたを責めませんよ。そのゲビた笑いが主人によく似ている。貴様らなどに臆する我らではない。制してみせましょう。視界を奪えば。決まった。仕事の時間です。行きますよ。いただきました。行きますよ。ふっ、冷静に行きましょう。傷を癒して。感謝いたします。情けは禁物です。守りを固めましょう。いいですね。全て切る。苦しい状況です。頑張りましょう。これは終わらせましょう。さて、食らいなさい。ている隙は。やっ、いい気味ですね。意地を見せねば。今こそ。この身が果てるその日まで。蹴散らすぞ。生かしては返さん。苦しかろう。危ない。私のできることを。速さを付与します。いいですね。
諦めろ。勝利への糸口は。危ない。危ない。甘いな。うわ、諦めろ。仕事の時間です。仕留めます。押し切れそうです。これはこれは。この高さ。まずいな。ほっ。まずいな。はっ。聞いたでしょう。苦しい状況です。蹴散らすぞ。仕留めます。視界を奪えば。行きますか。最善の手を。やりようはあります。ウォルホート家の未来のために。どこへ飛びましょうか。食い止めてみせる。甘い。ソルスレイ様、おい。マイル、楽にしてやる。ありません。耐えてみせる。買います。行きますか。これで傷を。嬉しいです。成長を感じます。勝利への糸口は。制してみせましょう。
距離なら。全て切る。させません。お任せください。回復はお任せを。この木を生かしてください。いい判断です。最善の手を。王政に転じます。素晴らしいです。いきます。相手になってやる。さらく耐えてみせる。私のできることを。この木を生かしてください。敵です。どうする。蹴散らすぞ。生かしては返さん。耐えてみせる。これを食らえ。最善の手を。定石に従ったまでです。
制してみせましょう。終わりです。狙い通りやはりそうでしたか。回復はお任せを。強いな。仕留めます。とどめ。行きますか。傷を癒して。どう攻めるか。支えなくては。素晴らしいです。追い込まれたか。制してみせましょう。見せる。冷静に行きましょう。傷を癒して。助かりました。勝利への糸口は。守りを固めましょう。素晴らしいです。やるな。行きます。狙いを定めて。私はエスフロスト公国将軍アブローラである。これ以上の失態は許されん。やってやる。奴らに殺された仲間の仇だ。やるな。私のできることを。情けは禁物です。守りを固めましょう。追い詰められるとは。制してみせましょう。
ライタ、私のできることを。この木を生かしてください。いい判断です。どう攻めるか。強いな。制してみせましょう。追い込まれたか。私のできることを。速さを付与します。いいですね。情けは禁物です。焦りは禁物。追い詰められるとは。やっ、諦めろ。油断できません。今こそ。回復はお任せを。この木を生かしてください。いいですね。最善の手を。追い詰められるとは。仕留めます。狙いを定めて。最善の手を。油断はなさらず。制してみせましょう。せい。冷静に行きましょう。速さを付与します。追い込まれたか。強いな。
いや、どうする。焦りは禁物。助かります。私のできることを。傷を癒して。ありがとうございます。行きます。食い止めてみせる。捕らえた。一旦離脱する。ここまでだ、アブローラ将軍。すべては計画だに。ご苦労だったな、モルホートケ。こんな策に不覚を取るとは。何が起こった？なんだ、あの不気味な炎は。爆発も殺しもオルホート城のあたりか。ハイサンドの援軍。イグスアム、なぜここに。この戦いの勝者が私だと伝えに来た。お取り役ご苦労、ソルスレー殿。なんだと。決着はついたと言っている。ウォルホート城はすでに私が落とした。事実です。今上がった赤い帽子は我が家の者だけが知る。落城を知らせる合図だ。ここまでだな。だが次の戦場ではこうはいかんぞ。再戦が楽しみだ。さてセレノア殿、ウォルホート城にご同行願いたい。ソルスレー殿と勝利を祝すのも自由だが、お父上や民の方が心配だろう。分かった、言う通りにしよう。